ピードから行きましょう。肥後光一ライディングスタート。もう彼は独創性という言葉が似合いますよね。もう完全にもうパフォーマンスですね。はい、そうなんです。うまい。いただきました。一発目はですね、本当に BMX が好きで仕方ないこの肥後光一、現在22歳。さあ30秒経過。いやもう分かんないですね。もう本当にオリジナルがどんどん出てきてます。さあそして技もどんどん入れ替わります。さあこの倍30秒です。早い。さあこれはエルボーグライド、肘を使ってのパフォーマンス。さあここで一発バシッと。さあ一発目にふさわしい男、肥後光一。さあスポンサースロープショット、セオサイクル、アクセントコーポレーション、ヤチオパーツ、ジーブエボリューション、いっぱいあります。すごいいっぱいあります。いっぱいあります。はい。さあそして何をして勝つかわからないのがこの肥後光一の特徴。さあ他の人とは違ったトリックをかましてきます。わーっと。もちろん今年は表彰台優勝ねしてくれるでしょう。さあうまい。さあうまい。こいでるぞ。さあこれが愛知県名古屋市の榎木貴博。さあまだまだ二十歳の、さあこの山城久と、さあ最近はこのハードスキルから安定感も出てきた。さあこの湘南の地に憧れてやってきた。まずはメイクです。いやーこの堀井明もねかなりクロートですね。花火も駒沢に出現してね、はい、かなり素晴らしい動きをいつも見せてます。いやーすごいですもんね。彼ね昔から本当にずっとプロですからね。さあつなぎがうまい。さあそして流れが綺麗だ。さあそしてもう一発回して最後はバシッと決めてきます。もう一発やばい。いやさあ残り30秒。さあ来るか。ダブル来た。やばい。さあ本番に臨んでいます。気合入ってましたね。あとうまい。さあこのリアトリックのさあスペシャリスト、これが地元神戸板里馬刺し。一発目軽くメイク。おととしですかね。さあ並みいる強豪を倒して、さあ現在はプロとして君臨しております。さあこれが板里馬刺。やばい。動いてるっぽかったよ。あ、本当ですか。じゃあ見せてもらいましょう。ちょっと隠してる技ありそうな。ありますね。雰囲気醸し出しながら。さあとんでもないスピードからラスケンジャー。さあこの原慎一郎のこのオリジナルトリック。おーい。さあすごいですね。すごいですよね。さあ後ろにとは違う独特の後ろタイヤのライディングかまします。さあまず奇妙なのは手がクロス。さあそこからの飛び技、拍手ください。経歴を持っております。さあそして複雑にペダルを絡んで、さあこのフィニッシュまでいけるか。さあこのオリジナルライディング、吉村智明ベッコー来た。さあまずは右足のスピン、そして前に行って、さあ今度のスピンは、さあ両方手を離します。さあ美しいフィギュアスケートのようなスピンから、ナイスです。さあ今度は複雑に絡むスピンも決めてきます。さあまずは片足スピンから、さあもう一発保って、さあ最後のフィニッシュはどうだ。さあ足でペダルを漕いで、どうだ、決めてきた。さあこれが佐々木も